よっしゃ、行きますね。ちょっとルート変更したいと思います。今ちょっと調べて、欲しい装備を取りに行くためには、最下層ルートからの方がいいっぽいので、ちょっと急遽、そちらから。ああ、でもあれか。めんどくさいか、またそれはそれで。やめよう。ごめんなさい。やっぱやめよう。すぐ闇村に行けるわけじゃなかった。最下層から行っちゃうと、最下層を攻略しないとダメですもんね。欲しいのは欲しいんですけど、なんか逆流して行ければ行きますし、難しそうならもうやめておこうかな。欲しいのは欲しいんですけど、そんなに使う機会はないと思いますけどね。単純に一回着てみたい。あ、危ない危ない。着てみたいというだけなんですけどね。さあ、再度行きましょう。変なとこで落ちたな、さっき。いらんことしたな。もういかんかったよかったですな、あっち。くれない装備で調子乗ってたら。あんなことになってしまった。ひどいことになってしまいました。もう下見えてるからほんまにポンポンポーンと行きたいんですけど、何？ちょっと待って、カメラマン勘弁して、もうマジ見えへん。ちょ、カメラマンが仕事してくれなかったらもう無理よ。うわー、びっくりした。あそこになんかアイテム見えてるな。あれを目安にジャンプすればいいのかな。ラージクラブ。うわ。え？なんか変なとこ降りた。おお、なんか変なとこ降りた。お？うまく相当できたのかな。なんかよくわかんないですけど。あれ？今、うまくショートカットできたのか？あ、エレベーターさんですか。僕の大嫌いな。あー、嫌い。本当に嫌い。早く降りたい、早く降りたい。降りていいかな。よし、じゃあ、かがり火、まず行きましょうか。フランベルゼ、血の体験、ショーテル、物干し竿、面白そうやね。鍵爪、欲しいのは鍵爪なんですけど、まあ何でもいいや。また来とる、また来とる。もうまず一回帰らせて、かがらせて、一回かがらせてください。
向こうに竜の鱗ありますけど、まあいらないんで取らないです。防具取りに行きたいな。防具行こうかな。せっかくやって行こうかな。ちょっと行ってみたいと思います。行って行き道す片道でがいいもんね。時間のあれコッペンを使えば帰ってこれるんやから、片道さえ頑張りゃいいんやから。マジでちょっと邪魔せんといて、ほんまに。こっちは装備を取りに行きたいんだよ。このこいつら多分無限に湧いてくるでしょ。相手してるだけ無駄やな。ちょっとマット張りついとるで。変えれるんかなというか、猛毒と、もうマジでやめよう。もうめんどくささの極みやな、これ。なんやねん。ああもう、ここに落ちましたっけ。もう猛毒なあいつとかがおるから、もう行くの諦めました。頑張ってソウルの回数したらもうクラークさっさと行きたいと思います。ああもう、さあソウルどこに落としたっけ。どこに落とした。それが問題や。回収しないとダメなんですけど、肝心のソウルが見つからへん。この辺でしたっけ。どこ落ちたよって話で、危ないんで一度落ちとくな。ソウルが見つからない。もしかしたら落ちたから上にあるのか。その可能性はあるな。落ちてしまったことを考えると、上にセットされている可能性は大いにありますな。あった。猛毒弓矢の音がしてますわ。もうええや、もうもうええ、もう戦わへん。もう俺は戦わん。ベジータと同じ考え方でいきましょう。行ってみようか。いくつかアイテムありますよね。入り口までもう入りませんから。奥行ったらもう死にまくるから。ここマジで死ぬから。ここ一番初見プレイで死んだんじゃないかな。死んだ回数だけで言ったら、多分かがり火あるんですけどね。
ここは多分ね、死んだ回数だけで言ったらダントツで1位じゃないですかね。ええわ。ほっとこう。行かなくても全然問題はないはずなんです。お宝がいっぱいあるだけで。くじくじ討伐当たる、持ち悪い音がしてるよ。ちょっと悪さあ、じゃあ、フラーグ行きたいと思いまーす。なるべくアイテム回収しながら。ソウルは嬉しいね。また来よった来よった来よった。こいつら本当に倒してもそないにいいことないからね。全然いいことないからね。大したあれもくれよらへんし、アイテム落とすわけでもないし、こいつの方がよっぽどマシっすわ。倒しやすいだけ。ああ、頑張れ。もうちょっと、もうちょっと。あいつ倒して、あの女性を倒して、で、ただれさんを倒して、ただれさん後でもいいか。あそこのタダレさんを倒さずにマグマをショートカットしてる動画見てちょっと引きましたもんね。すごいよね、あれ。何回練習しなあかんの、あんなもん。とんでもないっすわ。あれはちょっとドン引きやったな。さあ、ムービーだけ見ます。ここのムービーだけは見ます。もうこれは恒例です。これだけは見るでしょ。ほら、この感じで、これをちょっと彼女にやってもらいたいでしょ。笑ったー。こいつはマジで強くないから。両手持ちでいこう。あー、ラッキーパターン。うわー、ラッキーパターン。倒せる。あっちゃー。めっちゃ弱い。嘘やろ。弱すぎますわ。
じゃあ鐘鳴らしまーす。よし、じゃあついにアノールロンド行きます。下かがり火あるんですけど、後にしましょう。後でいいでしょう。あ、言っといたらよかった。後はあかんわ、ミスった。言っといたらよかった。いや、行っときますわ。ごめんなさい。ごめんなさい。行かなあかんかった。そうそうそう。もう次は転送で行くから、行っといた方がいいねや。しまったー。もうこの毒の沼地渡らんでもいいですもんね。あのロンド終わればもう転送可能ですから。あの、雲女のところまで行けばいいからね。まあ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 。まあ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 。もう一回来るつもりでいましたけど。じゃあ回収しとこう。本当は最下層から闇村行きたい気持ちがすごいありますけどね、今。忍者装備が欲しいから。ただ、忍者装備って絶対防御力が弱いと思うんですよ。軽く多分動ける。軽やかに動けるために防御力犠牲したみたいなパターンのやつだと思うんで、まあそれ理想ですよ。それは理想なんですけど、ベストの選択肢ではないのよね。それを僕が身につけると本当に弱くなるんで、取りたいけどね。取りに行ってもええけどな。別にタイムアタックじゃないから。なんとなくその最下層のドラゴンとか倒すのがめんどくさいってだけなんですけどね。単純に。よかった。気持ち悪い気持ち悪い。うわ、死んだ。死んでもた。え、こいつこんなそんな強かったんや。いや、予想外。いや、予想外です。あれってそんな強かったんや。なんかあれは危ないよみたいなことはなんか教えてもらってたんですけど、あんな強いと思わんかった。もう余計な手前は。よいしょ、よいしょ。おいっせ、おいっせ。おいっせ、おいっせ。そうか、ダメージ食らってたから。落下ダメージ食らってたからかな。あんなやつに手こずるとは。もうでも消えてるんじゃないかな。
もうおらへんと踏んでますけど。ほら、おらへん。卵下しゲット。ちょっとよく分からへんけど、とりあえず制約を。エスト瓶強化完了。クモ女の親戚ですかね。ラージクラブ使ってみたいな。盾は雲の盾が圧倒的に優秀なんで。邪魔なやつを結構向こうに置いといて、犠牲とすぐ入れ替えれるようにしとかないと。よし、 OK です。じゃあ、あのオールロンド行きたいと思います。さあ、最も嫌いな、最も嫌いな場所に行きます。エレベーター上り。あのオールロンドよりも、オンスモ線よりも、まあ、もちろんこのドクヤよりも、闇村よりも強いボスと他何でしたっけ。もうラスボスはそんな強くないか。もう何よりも嫌い。あ、巨大墓地よりも、巨人墓地よりも、何よりも嫌いな場所。それが僕はエレベーターの上りです。あれほどきついところはないと思う。マジでミスるからね。無慈悲なあの、落下死。あれだけはまず避けられないっすわ。何回死んだか。前回のプレイでも多分一回死んだし、その前でも一回死んだし、で結局僕の考え出した一番高い確率で降りれる方法っていうのが、ローリングで最終降りるっていう方法なんですけど、歩きでそのまま行ったらもうかなりの高確率で落ちちゃうんで、かといってダッシュジャンプするほどの幅がない。あーっとっとっと。ダッシュジャンプするほどの幅がなく、僕が出した結論は、ローリング。でもローリングもめっちゃ危なかったんですけどね。なんか引っかかったみたいになっちゃって。もう、できれば乗りたくないけど、乗らないと帰れないんで、乗るまではいいんですよ。降りるのがね。ローリングで行ってみたいと思います。よっしゃ。よし。半端やない達成感。出た。では、帰ります。よいしょ。
闇村は楽しいからまた後でゆっくり来ましょう。最下層からね。このおじさんはいる。ああ、帰ってきたー。よし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 。では、アノールロンドへ向かいます。できればシフのソウルを使った武器が作りたいです。これをちょっと使ってみたい。初見の時では使えなかったんで、だからこっちですね。エレベーター経由で、お、揃ってますな。揃ってますな。後で倒したるからな、待っとけよ。墓地でまた会おう。フラーグのソウルとかもいらないですけどね。どこで使うのか、どういう武器に使うのかあんまよく分かってないんで、実際武器に使うようなソウルはもう現状一つもいらないですよね。最後までこれでいこう、これ一本でいけますし、行こうとも思ってますし。なんかやっとくことあるかな。武器強化は、ああこれをやっときたいね。リスの呼吸、かけらをもうちょっと買っておきましょうか。武器を作ってくれるんですね。神聖武器も作っておきたい気持ちもあるな。墓地用に作っておきたいな。まあいいか。なくても、前回は神聖武器なしでご利用していったんですけど、まあそれでもいけたんで、別にいいか。
ボツの話ですね。ボツの話。まだこれからボツの、ボツまだまだですけど、とりあえずここ行かないと。強いね。素晴らしいですね。このミュータント。よっしゃ。はい。よし、で、ここはちょっと軽めにしておきますか、装備をね。4分の1以下にしておきたいので、マックス軽やか状態で。できれば一発抜けたいですね、ここは。ほっよっ。ここは真正面からなんで比較的楽ですよね。わーって思った。嘘つきましたね。完全に嘘つきましたね。誰が比較的楽やねんと。はいはい、完璧に嘘を聞かせていただきました。あ、これで軽さがちょっと失われた。しょうがない、回収するまではこれでいきます。完全な変態の今格好ですね。下を何も履かず上だけはがっつり着るという完全なる変態です。伸びるね。だぞ。安全に行きますわ、安全に。はい、あいつもここから倒せるんで、倒すか落とすかできるんで。あれ落ちよったかな。落ちよったですね。これで安心。かなり安心。回収完了。なんかこのカゴも乗れるみたいです。このカゴもうまくジャンプしたら乗れるみたいです。すごいうまくジャンプしてる動画がありました。あんな入ってマルチ待ってたりしたら面白いでしょうね。
どこいんねんみたい。うわー、どうだ。たた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 、やばいやばいやばい。痛い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 。この中は行きたいの、行きたいので。なんかがあったような気がする。大していらんもんがあったような。何やったっけ。あ、これか。これまあまあ使ったな。前回これまあまあ使いました。とにかくガチガチに固めていくスタイル。ひるんだわけじゃなかったのか。のけぞりよったからひるんだんだと。万が一敷かれたら事故死しちゃうんで、ちょっと回復多めに行きます。うまい方はあのバックステップで上に抜けるんだと思いますけど、僕は無理なんで、とりあえずこっち。そういえばここなんかあったな。あ、なんもないか。パチンコ玉の様子を見れるだけか。多分飛び降りたらなんかアイテムの方とかに行けるんでしょうけどね。あれが詰まってしまったら終わり。雷のスピア使うかもしれないんで持っときます。好きなのは、好きは好きです。雷のスピア好きは好き。めっちゃ使いたいです。もっとそのスピアを使いたい。長いのとかを。とにかく月が早くて楽しいやつ最高なんで。これ多分動かす意味ってない？特に意味はないと思うんですけど。怖い怖い怖い。で、ぼつぼつ次の仕掛けでしたっけ。あ、そうか。これも走り抜け安定でいいんですよね。よいしょ。ちょっと危なかったけど。この奥にアイテムが。あー、返しが来る。返しが来ない。でこの次がまあちょっときついところ。雷野郎と歯が厳しいところですけど、スムースでいきましょう。あ、しまった。とっ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 と、やってしまった。前行きすぎた。止まるつもりだったんですけど、ブレーキが効かず行ってしまった。結構戻されるかな、これ。またあそこからか。めんどくさい。すいません、スピードで行きます。スピードで。てっ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 て、無視していきましょうか。
無視&すり抜けで行きたい。どうせ追いかけては来れないでしょ、こんなもん。こいつらは。来とるな。結構来とるな。どうせ来れへんはず。落ちろ落ちろ。やられよった。こっちはもう来ないんですさっき。これようわからんのよね、仕組みがいまいちようわからん。光りよった。とにかく焦らんことっすよね。あ、合間でシュッシュッとうまいこと入れば全然問題なくいけるはずなんです。焦っちゃダメよ。動かす必要ないと思うんで追っていきましょう。ここはほぼ隙間ないのかな。外しますか。マックスカル装備でこれでこれでいけるかな。あ、助けた。え、そっか、敵がおるもん。次はちょっとゆっくり歩いた方が多分いいと思うんで、来るな、一度倒すか。あったぜ。隙間行けてなかった。あそこは狭すぎんのかな。行けたと思った。ショック。2枚目でいいのか。ゼネビア使っちゃった。結構無駄にガンガン使ってますね。前回はちなみにですけど、シース戦まで1個も使わなかったんですよ、実は。前回は。もっと全然、ガンガン使っていくだろうという想定のもとでもちろんやってるんですけど、意外と前回全てがうまくいきまして、何も使わず、いけたんですよね。今回は全然っすわ。危ない危ない。危ない危ない。危ない危ない危ない。間に合わへんかった、今のタイミング。やばかった。
落ちろ。落ちない。縦ガードありゃ楽勝。ああ。まだ来とるわ。まだ来とるわ。マジか。どんだけ追いかけてくんのよ。すごいな。まだ来るかな。ちょっともう。引かれろ。引かれとる音がしてるよ。けど生きとるな。来とった。早く早く。もう追いつかれてるし。もうああ落ち着いた。なんかアイテム出てたのに。謎のアイテムが。よし、ゴー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 。さあ、再度挑戦です。楽しくなってまいりました。間に合わないか。いけるのかと思ったら間に合いませんでした3回目。よし、やっといけた。バルデルさん系ですね。バルデルの執行、もう一匹います。ここに そうこれを取っときたかったの。これを取っとけば一応タダレさんとある程度やり合えるというか簡単にやり合えますからね。タダレさんとか炎のムカデとか、あの辺と戦うときにつけておきたいんですよね。前回プレイズ、ここで火がつかなくて焦ってたんですよ。とにかく焦ってたんですよ。火がここでつかへんから、もう、せっかくここまで来て、なんか殺されたら最悪やと思って、それでめちゃめちゃ焦ったっていうのはありましたね。いや。さあ、一気に行っちゃいます。
おやつを倒しましょう。縦避けが好きな僕からしたら楽勝です。リカールの、リカールの剣、リカールの剣お、確かこの辺の、この人がリカールさんなんですよね、多分。あいさー、あいさー。リカールの剣を取って、あと何やったっけ、女神の祝福覚えてるな。こっち何やったっけ。ああ、尊い犠牲の指輪、これをつけていかないとダメだったんですよね。シース戦はだからシースも1個これで保険かけれるのはかけれます。普通の犠牲の指輪をつけていったのが前回の完全なミスですね。樹脂対応ということを忘れておりました、完全に。てか、シース戦、呪い死にの可能性結構ありますもんね。対策していかないと。あの宝石に囲まれてボコボコボコってなっちゃうし。あれの対策をしないとやばい。だから結構ね、いろいろとやばいことがあったんですよ。その前ね、実際問題、その前 100% 負けるシース戦、あれもかなり危険でしたね。呪い死にする可能性があったんで、いらんよね、何もいらんよね。カタリナヘルムだけ若干欲しいけど。大宝石の指輪、魔法宝石の指輪、まあ、いらんな。緑化層はちょっと欲しい。緑化層ちょっと欲しいな。ん？これ、これ2つぐらい、3つぐらい買っとこう。ゴリ押しのボスの時に使えば多分楽になるんですよね。あとは鍵いらんわ。ショートカットなんですけど、もう帰ってくることは、こいつの店に来る必要はもうないと自分で思ってるんで、いらないですわ。ということで先進みまーす。バオ！あー、やっぱりなー。失敗するやろなーと思ってました、今。失敗しそうな雰囲気が。失敗してもええわぐらいで飛びました、今のは。これ、負け惜しみではなく、これを。おお、人いた。人いたんすか、すいません。負け惜しみではなくですね、あそこの今のアイテムはちょっと気になってたんで忘れてたんで。おーおーおー、やばいやばいやばい。やねー、なんなのよー、なんだピンポイントで狙えるかな。前に落とされた。あれはつらい。あれはつらい。あれはつらい。前に落とされてしまった。注意力不足です。ソウルはどこ？ソウル返して、ソウル。ソウル、どこソウル、あれソウルがない。まず残念、アグレッシブに投げてきとったっけな。腹立つな、あいつ。一回倒したるからな。
弓で安全に絶対に死なないところから倒したるからな。待っとけ。多分倒れよるんで、ほら、倒しきれ。よし、リベンジした。では。このままの勢いで巨人戦行きまーす。軽やかに行けてんのかな？行けてないよね。ということで、こいつは落ちなきゃ勝ち確。落ちないようにさえしておけば。これはパス。で、真ん中あたりまで来ていただいて。足に攻撃入れまくって置かす、置けろ、置ける前に倒した。弱すぎる、弱すぎる。よっしゃ、あのロンドへゴー。さあ、久しぶりに帰ってまいりました。前回プレイから実に4時間ぶりぐらいでしょうかね。絶妙に息はきついな。僕のこのヒット&アウェイスタイルではなかなかめんどくさいな。返しがあるから懐に入り込めば入るんだよね。ビビらずに懐に入り込んだ方がいいんですよね。これはこっち側から。危ない。はい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 。縦攻撃がなかなか鬱陶しい。どうしても縦に当たってしまうな、右から回ると。まずいよ。危ない危ない危ない。なんでこんなやつに苦戦してんのか。そう、どうしたらいいね。なんやねんこいつほんま。
さあ、やってきたぞ。やっぱりここまで4時間ぐらいかかっちゃうな、どうしても。どうしても4時間ぐらいかかってしまう。Well, welcome. If you see exit, if you want, what follow? はい。レベルアップするか強化するか。レベルアップしましょうか。最終的に履力は14まで上げなあかんし、記憶力も10まで上げないとダメなんですよね。これ結構辛い作業なんですよね。先やってしまうと仮定すると、もう4万ソウルしか残らないか。やってまうか。で、体力に振っときますか。よし、よし。じゃあ、ちょっと動画移動します。アナルロンド、このまま行きます。